はい、戻ってきました。石村ファームズ、ウェルカム。あー、びっくりした。水か。枯れてはないのかな。そうか、もうこの時代になると宇宙も宇宙船の中で食べるものを作るんですね。あ、ハモンドだ。どうした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 。ヘルメットを脱ぐなら空気が腐ってあげる。見たんだあれは巨大な、信じられないだろうが、食料庫に自ら閉じこもりやがった。このデッキにいたクルーが、このデッキにいたクルーが空気汚染の元凶だと思う。彼らは変化したんだ。奴らの一匹を見たが、むくんで膨れ上がっていた。奴らが毒の生産者だ。まだ息ができるうちに奴らを放り出す必要がある。We need to take him out where we can still breathe. Hammond! I thought you were dead. You need to get to cleaner air. You're not going to be able to help Isaac in your condition. 食料庫に何か本当に大きいものがいる。He's right. There's something really big in food storage. But I can't get a good scan. でもうまくスキャンできないわ。監視装置の読み取り能力を超えた規模なの。そんなに？立てハモンド、助けろ俺を。人頼り。よいしょ。まあ仕方ないですよね、もうこればっかりは。それが食料庫に通じるドアよ。でも完全ロックされてて私には破ることができない。まず空気の質を向上させるために例のポットを殺さなければ。そうすればドアを、うん、なんちゃらかんちゃら。はい、とりあえずこっち行けってことですね。わーお、すごいなこれ。でも明るいからね、何でもいいです。ストア、あ、回路図さっき取ったんで一応、よいしょ。新しいスーツまだかな。新しいスーツができたら一個武器増やそうかなって思ってるんで。出てこないでよ。ハーモンドの生存を喜ばしいと思ってるわ。でもまだ彼を信用してない。彼はマーカーについて何か隠してる気がする。そうなんだ。ケンドラ女の勘の巻。うわー、これ当たったらうーってなるのかな。なりそうだな。なんかちょっとああいう段々にいってる感じを見ると、うん、当たらない方がよかろう多分。あ、でもこの辺とかいっぱい開くな。開くけど何もない。あ、これは何だろう、倉庫なのかな。あ、ベンチがある。これね、ちょっと思うんですけど、ベンチのとこって早送りしても大丈夫なんですかね。ちょっと見てて、いや、そんなとこ見なくてもいいよみたいなね、とこあるんじゃないですか実は。まあこれは早かったんで、まあいいかな。もしよければベンチの、ベンチを丸写ししてるところについて意見が あったら教えてください。はい、倍速にするのは簡単なんでね。ああ、多分当たっちゃダメですよね。あ、どっち向き、どっち向き、どっち向きか分かんない。こっち向きかな。ああ、違った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 、見えない。よし、あ、これね、簡単だったの油断させておいて、ちょっと変なのが出るんでしょう。出ないぞ。
出ないのか。よし。わあ、こういう森っぽいのはやばいですよ。なんか虫？これこのゲームの音ですよね。これ夏じゃないですもんね。あー、いる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 、めちゃめちゃいるっぽい、めちゃめちゃいるっぽい。ちょ、そっちからうわー、いて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 、飛ばしてる飛ばしてる。赤ちゃんやばい、赤ちゃんの攻撃能力。出して、ツタ出して、触手出して、よしよし。あー、なんか気持ち悪い声がする。よし、ラインラックの弾が結構拾ってるからちょっと持ってようかな。なんかもう一匹いる。よっしゃー、まだいるの。おお、強え。貫通能力が半端じゃないな。まだいるのかこれ。多いな。お、あれも爆発しちゃった。変なの引き寄せちゃったよ。おお、これ最、これ取ったり、取ったりできないのかな。できなかった。あ、まだいるわ、まだいるわ。仲間の死体押しのっけて、もういいよ、もう良くない。弱いのばっかりでいいけど、そろそろいいんじゃないですか、もうね。よっ、あ、ここか。ここだけど行けるとこいっぱいあるな。あ、変な声がする。何の声、変な声がする。この部屋からだ。うーわ、やっべ、これ毒でしょ今の、出てきたの。ちょっとルート通り行こう。ブクブクに膨れてた、確かに。あれ、ここも毒が。あうち、うわ、どうしたのこれ、殺していいの。あ、殺したら大丈夫になる。背中膨れちゃってるし。あ、これまたこっち側から出てきたのか。また復活してる。よし、一刀両断してやる。うわっと、黒いやつだ。黒いやつしぶといからな。これもう一匹に赤ちゃん出てた気がするんですけど、今黒い赤ちゃんって言いました、僕。わかんない、なんて言ったのかすら。赤ちゃんですね。あれ出てないのかな。よっと、あー、ちょっと食らっちゃってるな結構。よし、あと一本、もう一本飲んどこう。もう一本じゃなくて一本飲んどこう。はい、あ、やっぱあいつも殺すんだな。弾余ってるんで
こっちで。わあ、気持ち悪い。よーし。ていうか、こいつ殺したら敵が生まれてくる仕組みを教えてほしいんですけど。あー、しかも出たー。しこい。さらば。あれーあれー、生きてる。綺麗に殺せてなかった。よし。あれまだいるの？あ、これ降りるんですか？ちょっとセーブないですかね。あ、2でセーブしたいんですけど。空気処理において毒物が検出されました。そろそろお時間ですよ。セーブポイント作ってください。まあ一応進んでいきますか。あれ、いないぞ。うわっ、あ、ニコール。え、ニコール？あー、びっくりした。いいよ。うわ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 、最悪だ。ムササビマンだ。ちょっと、弾はちょっと使いすぎだな。あんまり効かないのかな、これ。こいつには、ラインガンが。よっと。あ、これをずっと倒していく話ですね。セーブがないよ。あ、そうだ、マップ見ればいいんだ。近くにあるかな。そこに、あ、近くにある、ある、ここだ。ん？あったあった。はい、よかった。よいしょ。まあということで、ブクブクに膨れた、おう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 って言ってるやつをいっぱい倒しに行くって話ですね。それで空気汚染をなくしていくと。はい、いいですかね。まあということで、パート10の方これで終わっておきます。ありがとうございます。ではまた。